同じ会社から別になんか当たり障りもない関係みたいな、うんうんうん、みたいな感じかなと思っていた矢先、うん、なんか嫌われてたインスタブロックインスタブロックされてるそんだけでなんかブロックされてんだとしたら今までなんでされなかったんだろう本当になんかしてたんやったら謝るしその理由によってはこっちも戦うあマジで出るとこ出るぞってさあいよいよ今日はバラ花言葉は愛多分バラの花言葉は愛ですなんか違うような気もしてくるくらいなんか適当な感じですけど大丈夫ですていうかお前カメラ回してるからねそんなカメラ回して意味やから嘘ばっかついてるんですいやさちょっとお前車運転気をつけろよはいあのさ、はいその話じゃあ岡部の話じゃあ笑っちゃいかんのですけど視聴者の皆さんもちょっとあおはようございます視聴者の皆さん順がいろいろ違って、ね、ごじゃ朝ごじゃんでございますね皆さんはいおはようございます、こんな朝からまたバカなこと言っとるなと思うかもしれないんですけどまあ俺の解説は今日朝ミオ、はい、から聞いたのが、はいまあ、岡部に着拒されとると着拒じゃなくてインスタブロックインスタブロックされとるとかって喧嘩したとかでもないしで他の堀川翔とか、はい、カンタとか、はい、あらへんは見れるんだろ見えるよ見よだけ見よだけ回ってるけどいい、まあ、お前マジ嫌われたのなんで私別にいいですけどもう完全ブロックショーなんて分かったの、うん、絶対出てこん、うん調べても出てこないし、うん、でも翔さんの方では出てくるんだって、うん、会っとんの岡部には会ってないの会ってないだから本当にこの前 の、うん、あの事故しちゃったっていう動画撮ったのが最後その後にブロックされてその時あそういうことねあそこが原因なのお前ながら原因は何なのえ分かんないですけど岡部さんと関わったことを思い当たる節がなさすぎて、うんうん、いやなんかあの社長と電話してるやつを隠し撮りしたとかかなとかあそれでいやでもそんだけでなんか、うん、ブロックされてんだとしたら今までなんでされなかったんだろうってなるじゃんああそうだよな、うん、いやなんか自分の中で思い当たる節みたいなあるないでそなんか何そのあなんかそのなんか岡部さんの撮った動画が嫌だったかなとか、うん、その事故した時の動画で喋ってた内容が嫌でもその後一緒にご飯行ったよねとか思ってとか思ってなんか別にいいなんかミオがもし下してブロックしても見てほしくないブロックしましたっていうのはいいけどなんかやっぱ仕事で関わってくから、うん、なんかしてるんだったら謝るけどそれを言ってくれないとわからないし思い当たる節ないからまあそうだよななんかインスタのブロックだけで攻めてこないでよと思っちゃう本人に直接何も言われてないんだ言われてないちょっと直接採決しようしかもさっき電話したのね、うん、別件で、うん、別件であの動画の撮影の件だろそう撮影の件で電話したの、うん、別に普通なのちょっと笑いながらだし嘘あ別にお前に対してひどい感じもないの高圧が威圧的とか何にもなかったのそうかじゃあちょっと行ってみるか岡部のところでも今日外部なんですようん、どうやって戦うかってことですなんか嫌なんだだから明日はもう気まずいやっぱりなり気まずいのお前気まずいっていうか、まあ、年上いや岡部さんのが年上何個上2個あ2個上だだってあいつ24?5?26 になるんかな今年お前もう 23?23 だから3つ上か岡部さんがお前だってうちに来たの20歳ぐらいじゃなかった20歳あの3年おんのうちに、うん、まあそんぐらいですねまあそれでもほぼ1年産休みたいな感じだからこっちはそれあんま変わりないですよいいなお前何言ってあのもう本当に男捕まえに来たってめっちゃコメントで書かれてる言われる男捕まえに来たんだろうってそうでも別に会社が出会いの場でもいいだろうとか思いながらまあまあまあそうだよな今も仲いいんですかああぼちぼち仲良くさせていただいて岡部とも仲いいんですかちょっとそこが私的には別になんか当たり障りもなくな関係かなとああなんかまあ自分の上司の嫁ぐらいな感じ で、 ああで上司の嫁じゃなくて上司のああそういうことな上司の嫁 で、 ああそうでしかも年下で、うん、同じ会社から別になんか当たり障りもない関係みたいなああ気まずすぎずああみたいな感じかなと思っていた矢先ああなんか嫌われてためっちゃ嫌われてるやんブロックってまあまあ重症だぞ でも何ってインスタだけブロックなのが気になったの
なんで、あ、 LINE とかブロックしずに、うん、でそれってあれじゃないの、だってプライベートを見せたくないんじゃないのあいつが。だとしたら翔さんの、ね、でも見れちゃうから、そ LINE とか電話さすがにブロックしたらまずいじゃん、仕事があるから。まあね、だからあいつの回答次第だよな、これがな、ね、だから本当に何かしてたんだったら謝るし、ああ、その理由によってはこっちも戦う、うん、あ、マジで出るとこ出るぞって。で理由によってはミオが悪かったら謝るし、ああ、すっごい理不尽だったら戦うし、ああ、間違いだったら謝ってもらうし。ちょっとやろうか、ちょっとこれ面白そうじゃん。合わないようにします、視聴者皆さん、これ岡部のやつ見る前に見たいと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今ね、前回見ましたけど、チャンネル登録するとキラキラキラって本当にチャンネル登録のボタンがなりますので、それ言ったらフォローしてくれた人めっちゃいた。あ、本当、うん、だから皆さん本当にね、チャンネル登録ぜひ、 70% の人がチャンネル登録してくれてないらしいので、はい、ぜひそれを 60% にするように。まっすぐしか言ってないの、もう社員に私YouTube ばっかりやって怒られますので、ぜひ協力よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、お疲れさん。さあ、いよいよ今日は2人の対面ですね。はい、対面勝負の時です。でもちょっと話したかな。そうです、めっちゃけど、あ、俺も忘れてたんすか。何を。いや、悪いんですよ、本当に悪いんですよ。ぶっちゃけなんだ、その拒否処理。ぶっちゃけの理由は、ミオに言った、まあ、ミオに言った。ミオには、うん、俺してないよ、みたいな。やば、お前。あ、そうなの。だから誤作動みたいな感じだけど、うん、私はまだ納得はしてないです。あ、お前の中で誤作動なの。誤作動、まあ、誤作動です。なんだ、嘘つくな。絶対誤作動じゃないよ。で、なんか別に、なんか。本当はどんなの。本当はめちゃくちゃしょうもないですよ。何、言いたくないけど。なんでだって言えよ。いや、ほんとしょうもないですよ。動画になるような。あ、入れてたの？で、まあ、最近、多分インスタグラムにさ、何、なんか仲間みたいなのできたやん。スレッズ。あ、ツイッターの、インスタのツイッターバージョンみたいな。スレッズ。インスタのツイッターバージョン。で、インスタとあれ、多分もうめちゃくちゃ密に繋がってるんですよ。うん。で、フォローとかしてると、うん、この人は誰に対して何かを送ってるとか。あ、でも本当に味方的にはツイッターと一緒なんですよ。例えばミオが誰かにコメントしたらそれが岡部さんと繋がったら岡部さんに見えるし。あー、ツイッターってそうなんだ。ツイッターってなんか何、その DM じゃなかったら見える。うん、で、まあ、そのアプリが、うん、まあ、女がいっぱいあると。別に同じでしょ、インスタのあれ。いや、違う。フォローしてる人が違うんじゃないですか。そのスレッツってやつは、フォローしてない女の子もバーって出てくるんですよ。今投稿してるよ、みたいな。うんうん、それが出てきて、うん、このアプリいいな。で、まあやってたんですよ。うん、で、ある日、ミオちゃんに、多分なんともない会話なんですけど、うん、なんか、岡部さん、何々に返信してましたよね、みたいな。違う、内容がミオの中でおもろくて、うん、そんなことコメントするんだ、みたいな感じだったから、うん、こいつがコメントちょこちょこ入れてるんだ。ちょこ一回しか見たことないよ。あ、まあそれ一回言われて、うん、しかも一回目で言われたから、もうやめた。なんでそれもう気づいたの、それは。で、出てきたのね。スレッツ見たら、うん、なんか出てきて。何これって思ったら。何言ってんだよ、みたいな。と思って。で、なんかでその話になったんですよね。何言ってたの、ちなみに。言っていいですか。なんか、なんだっけ。女の子がタバコの投稿してて、うん、タバコグッズ。うん、タバコ同じって送ったし。タバコグッズやってないよ。ないたまたま置かれてただけ。俺タバコ同じとか言って。そうそうそう。なんか、笑えてきちゃった。っていう、あれで体で向こうも返信あったの。なかった。で、なんかその子もしかもなんか知り合いなんかなと思ったの。うん。でも、まあまあなんかフォロワーとかが多いから、だからそういうなんか、インスタグラマーまでは知らなくても、ね。これ止めてほしい。カットしてほしい。いや、いいっすよ。いいの？別にいいけど。うん、あれなんかなと思って。それお前のほうがいいじゃん。そのツイッター上で。あ、違う違う。ツイッターのスタッツ上で。違う。だったら会った時に、うん、なんかでその会話してて。あの子知り合いなんですかみたいな。うん。で、岡部さんコメント、なんか、タバコ一緒とかコメントしましたよねみたいな感じで会話をしてただけで。うん。あ、別にそう、なんか嫌味もなく。いじるとかでもないし。うん。で、それを言われて、うん。これって見られるんだって。判定してる。いや、思いっきり見られるでしょ。うん。で、会社の人はとりあえずやめとこうと。見られるの阻止しようと思って。おう。スレッズだけは。
で、スレッズは会社がミオちゃんしかいないです。会社が。みんながみんなやってる。ああ、そういうことね。あ、わかりました。堀川翔とかは、やってないから。やってないから。で、スレッズは見れないようにしようと思って、スレッズで、なんか非表示みたいな。もうブロック、言っちゃうブロックしたんですよ。そしたらインスタもブロックされてます。そういうことね。で、それ言われて、私だけブロックされてるみたいな。多分密になりすぎて連携取ってるんですよね。そっちで。まあ、同じだろう。同じ会社なの。繋がってるんです。ちょっと最近ツイッターも、X か、はい。ちょっと見るようにしてんだけど。X よりインスタの方がいいんじゃないですか。なんで？すべての。なんか X だと、コアなファンじゃない。そのツイッター大好きみたいな人しかって。情報が早いとかいいじゃん。ツイッターとか X は。ツイッターマジで早い。スレッズはもみわかんないけど、ね、ツイッターとか X は早い。マジで。なんか、今で言ったら、なんか東京都知事選のやつとかさ、俺テレビ全くもう家に見んとかもコンセントに繋がってんねんから、新札のやつなんかそれで知ったって。そうなんですか。そうそう、俺、その YouTube ですか。俺テレビ見んとか全然知らない。俺、でも持ってるから。俺の実物初めて見る。うん、実物初めて。1万円。なんかおもちゃっぽくなってるよね。見た初めて見た生を初めて見た。銀行が持っているよ、全然新札。で、これなんか、一番最初なのか、やつだね。プレミアムつく。プレミアムつくって、これ今、もうこれ、今、70万ぐらいなんでしょ。これさっき見たんですけど、この A で始まってるじゃないですか。A で終わってるやつがあるんですよ。そうなんだ。それ100倍になるらしい。いや、今俺、嘘ついたんだけど、なんか A とかなんか言ってるの。いや、これ A じゃんとか言ってる。まあ、だからって何なんだけど。でも生で初めて見た。そうそう、俺結構だって2日目ぐらいのやつで、動画ネタにもいいなと思って。それはいいや。で、2人が ?2 人の話してもらった。で、ブロックされてたんですよ、私。で、以上だ。別に嫌いとかじゃないんだ。ないです。まあまあ気にしようと。そうそう、なんかやったかなと思うじゃないですか。でも、相変わらずそのインスタで、インスタやって、その、なんとかで、その、女の子にメッセージ送ってもうやめました。なんでアプリ消しました。なんでなんでって言うと。また話が別の話題になってる。でもなんか、小出しにしてくるね、お前も。いや、やっぱ YouTube。だから YouTube、それ別の話題なんだよ、みたいな。まあじゃあ、そういうことでね。まあ、以上だな。そんな大した動画にならなかったんですよ。だからふわっと終わる感じだけど。視聴者の皆さん、全然別件ですけど、後ろ、誰も映ってない。大阪、東京、名古屋で、もう、SNS 勉強会、結構大盛況で、この間も28か30ぐらい来たんじゃない、はい、で、今度は50人まで。集めてやってますんで、ぜひ、SNS 勉強会、大好評 で、またビジネスマッチングにもなるじゃん。で、ね、大阪、名古屋、東京ではもう常時やっていこうかなと思ってますんで、ぜひ、遊びに来てください。はい、で、まあ、お酒、9月の7日です。9月の7日、調べてみた、はい、すごいじゃん。はい。はい、よろしくお願いします。はい、求人。求人。あとは、営業？営業ですね。営業募集をしてるみたいな話です。一応、本社で。本社で。あれ本社勤務だで、名古屋市港区の勤務で、はい、まあ営業経験、まあ未経験でもいいけど、まあ、やる気ある職人経験とかの子でもいいかもしれないな。トビとか塗装とかで取った人が営業やってみたいっていうのはちょっと、うん、そういうやつも伸びそうよ、ちょっと知識もあるから、そうかと、あとジムか。ジムはまあ女性、まあでもジムはすぐじゃなくて、うん、すぐじゃないね。まあだけどもう足場のあれも販売結構うまくいってるから、まあ、いつでもいいよって感じなんだけど、ぜひそちらの方も募集してますんで、そうそう、営業はインディードで募集かかってますんで、ぜひそちらの方も見てください。よろしくお願いします。買取宣伝、買取はいいよ、足場の買取来てねって、足場の買取来てねー、しめしめ、どんだけ営業活動するんだみたいな